はい、おはようございます。再びアークの世界へ戻ってきました。続きをやっていきましょう。前回の動画でアルファレックスを見つけたときに、とあるですね、動物の鳴き声が入っていたと、コメントがありまして、ちょっとね、それを調査に行きたいと思います。ちょっとね、それをテイムしてみたいと、ちょっとね、今から頑張って探しに行きます。前回いた場所に戻ろう。まだいるかもしれない。アルファレックスも多分ね、いると思うんだけどね。レックスがいた。アルファレックスも近くにいるかもしれん、まだ。いた。アルファレックス、まだいた。アルファ種はそんなに移動しないイメージがあるな。同じ場所に居続ける感じがする。おお、レックスまだいる。この付近だ。この付近で、あ、聞こえる聞こえる。聞こえた聞こえた。いるいる、近くにいる。今ヒヒーンっていう声が聞こえた。いるぞ。いた、いた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 。わあ、ディープロ、ディープロが怒った。いた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 、これだ。ディープロはこのまま降りてください。ログアウトしてください。いたよ、目の前にいる。お、ああ、走っちゃった。逃げられちゃった。警戒心結構強いんだな。いた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 。でもいる。ああ、そっち沼地やで。沼地はあかん。沼地は危険。自ら沼地に入っちゃったよ。はや。わ、レックス頑張ってるな。レックスが超頑張ってる。ああ、ちょうど、ワニさんとレックスの方に行っちゃった。逃げるんだ。逃げろ逃げろ逃げろ。死にました。今死亡確認。なんだって。なんか間接的に俺が死に追いやった感じがして、なんか申し訳なさす。レックス、よしよし。あ、声聞こえる。声聞こえる。いる、近くにいる。いる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 。結構移動スピード速いからな。そのせいかもしれん。あ、いた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 い
あんまりこう近寄っちゃいけないんだよ。肉食動物がちょっといないところ。痛い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 。この投げ縄だよ。この投げ縄で、あれ？あれ？さっきここの岩の後ろにいたのに、あー、なんか肉食動物に追いかけられたか。あ、声聞こえた。いた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 、めっちゃいる。3体もいる。これは絶対ものにする。もうここ千載一遇、剣道将来ここで捕まえられんかったらもうおしまいや。わしは行くぞ。
縄。それ。あれ、待てよ。そういえばさ、これ草食でしょ？ってことは、昏睡させてもダメなんじゃないか？投げちゃったけど。昏睡入ったけど。そうだよね。そうだよね。やっちゃった。やっちゃったよ。シママ、起き上がった。いいね、いいね、いいね。近寄ろう。人参を与えるとヘムできる。よっ。うわー、ちょっと。驚くなって。待って待って待って。おい、そっちスピノいるって、スピノ。こら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 、超速い、ちょっぱし速い。ちょっぱし速いよ。ちょっぱし。いや、危険だよ、そういうこと。危険。そっちにもいる。これを繰り返さないといけないのか？俺も危険にさらされちゃうよ。でっけえスピノいるな。わあ、失敗した。2本失敗した。くー。もう1体どっちだ？あんな遠くまで。これを繰り返すのか。これは大変だぞ。うわー、もうこんなところに来ないでほしいよ。なんでティラノがこんなところにいるんだ。もうなぜこのゲームにティラノはいるんだ。やかましいな、この野郎。この野郎やかましいわ。もうやかましい、やかましいの。慎重に、慎重に。驚くなよ。わあ、もう止まってて、止まってて、止まってて、頼む。この距離合いが難しい。よしよしよし。近寄りすぎると逃げちゃうね。その距離合いがむずい。シマウマちゃん、止まっててよ。ああ、失敗したー。これはむずい。くそー、あと5本だ。足りねえぞ。単純に足りねえ。うわー、そこレックスいますがな。レックスに、真横の、レックス真横にいるって。あー、あー、逃げてー、シマウマちゃん。やめんか、こら。やめろっちゅうに、てめえ。てめえ。逃げた？死んだくせー。死んだな。なぜこういうことになるんだ。さあ、あともう一匹いるから。まさかね、こんなところに3匹いるとは。いた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 。こっちに可能性をかけろ、かけようか。デキューズ。本当難しい、これ。あー、驚いたよ、もう。この石、石が邪魔だ、本当に。おめえ、おめえさ、これ、すっげえ難しい。この判定あたり、どうむじい。うわー、そうか、お前がいたか。マッチ。むず。うわ、む。空腹じゃねえ。今終わったら空腹じゃない。人参取りに行かんといかんな。場所を覚えつつ、こんなところまで戻らんといかんの。
声聞こえたぞ。え、こんなところにもいるの？いた。いた。真っ白。あれ真っ白だ。わあ、アレックス。しかも、角生えてる。これちょっと取りてえな。やべえな。あ、なんか英文字になってる。名前違うぞ。これ。わ、すごい。お、なんか今、カラフルの出したぞ。これテイムできるんかな、これ。その、なんか餌の表記は出なかったけどね。ってことは昏睡させるんじゃないか、これは。別の種類じゃない。っていうか、レックス攻撃やめて。逃げて逃げて逃げて。これはちょっとテイムしたいな。スピード速いからよう逃げる。これはちょっと昏睡させたいけど。わあ、すごい。なんかこのカラフルの出す、暗すぎる。あー、死んじゃったぞ。くそ、サーベルタイガーに殺されてしもうた。ちょっといろんなことがありすぎて。いやー、あれはシマウマさんではないね、間違いなく。亜種だ、亜種。しかもさらにレアなやつ。いやー、朝が来たけどさ。まあ、とりあえず、人参取ろう。まずは人参。お、人参24本もある。いたー。しかも、テイム効果が終わってる。慎重に行こう、慎重に。逃げ出すとね、腹減るんだけど。ほら。誰か助けてー。ケイジノがいたのかよー。諦めないぞ。俺は諦めねえ。いた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 、あそこにもいた。ケイジノは、あ、ちょっと離れたところにいるね。あ、いた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 。目の前におるやんっつって。鎧が そう、全部ぶっ壊れちゃってんだよね。でも行く、僕は勇者だから行く。こほほほ、スピノも来た。あああああ、スピノと、デリジノが、やり合ってる。怖い。怖い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 。わあ、失敗した。オッケー、12.2。もう一回やり直しだ。やり直しじゃ。
根気よく根気よく。いやいや、いやいやいや、本当に時間かかる。この辺何もないから助かるな。よし、24.3。オッケー、調子いいぞ。空腹になるスピードも速い。この距離合い、利合いを詰めていく。シマウマの気持ちになったつもりで。俺は今シマウマだ。同化しているんだ。その気持ちを絶えず。3、よし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 。俺はシマウマ。だから距離が分かる。空腹になる時間帯も分かる。危険な奴らもいない。千載一遇、剣道将来。これは生かしていきたい。焦ったら水を飲めばいい。俺はシマウマだから。そう、一緒に。48.6。俺はシマウマ。俺はゼブラ。いける。俺はいける。俺はやれるんだ。ギガントピテクスをテイムしたように、同じような要領でテイムしちゃえばいい。俺にはできる。この距離、この距離、この距離を 1.5 メートル。これが俺たちの距離。かわす。なぜならをかわした。キラリマント。なぜなら俺はシマウマだから。ゼブラマン、ゼムラマンにできて、できないことはない。いける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 。ちょ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 、焦るな。焦りが一番の、天敵。天敵。いけるっしょ。72.9。いける。あと3回。3回。のはず。人参もたっぷりある。敵もいない。見渡しもいい。うっ、待ってよ。そっち行くなって。なんかいたらどうすんの。なんかいたらどうするの。よし、大丈夫。よし、85.1。あと2回。いやー、テリチノ、テリチノ来るなって。マジでコントイデ、コントイデ、コントイデ、本当にコントイデ、本当にコントイデ。あれ？ちょっと待って。ちょっと。なんか今表記がちょっと、ん？あ、失敗した。自分で食っちゃった。あー、97.2。あと1回、あと1回、あと1回で全てが終わる。慎重に行こう。ドキドキしてきた。あと1回だ。あと1回。水中。頼む。あともうちょい。きついんだこの距離は。おお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 、危ない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 。あと1センチ。よし、やったやったー。テイムした、テイムした、テイムした、テイムした。どうしようかな。あ、乗れるの。いや、おい、ジャンプもできる。やったぜ、やったぜ、やったやったやった。できたできた。エキューズ、シママタンをテイムした。よし、帰ろう。どうしようかな。シママタンをこの上に乗せておこう。で、あとでちょっとリクエストしていこう。よーし、よーし、よし。オッケー。ちょっと待ててえな。待ててえな、頼むで。
おお、置いてきたー。くしゃー、真上から来るの。やったぜ。 すごーい。エキューズ、シマウマタン。このサドル抜きでも、こうやって乗れるのいいね。攻撃は、多分ない。何食うんだろう。普通のベリーダメなのかな。あ、すごい。なんかキックする。バシバシって言ってる。はい、朝が来ました。ようやくエキューズテイムできたよ。ようやくだ。名前をつけてあげます。シマウマタンです。やったー、テイムできた。あ、サトル手に入ったんだけど、これはあなたに装備すればいいですか。お、しっかりあるんだ。専用のサトルがある。すごいぞ。なんかこのサトルをつけたことによってどうなるんだろう。なんかジャンプ力アップしてない。面白い。これピッポンピッポンつって、後ろ蹴りピコポンピコポンつって、ちょっとこれで旅するのが楽しくなったかもしれない。だけど殺されないことを願うね。でも早いからね。スタミナとかやっぱり上げていきたいね。スピードとかね。もう早い早い。ちょっとシマウマタン使って旅をしていきたいと思います。ようやくテイムできました。どうもありがとうございます。長かった。